こんにちは。それでは、これでのべらちゃんと梅ちゃんと今日のゲストはさくらちゃん。今、さくらちゃんは寝る場所がない、うん、でも、今日ね、ちょっとベッド、さくらちゃんとラテちゃん、あ、もう一匹のね、ね、もう一匹ベッドを作りたいと思います。そのベッドじゃなくて、うん、ゴミを使ってリサイクルアートしてさくらのベッドを作りたいと思います。あ、ゴミはこれです。これちょっと使って猫たちのベッドを作っていきます。オッケー。あ、これあれだね、魚さばくと一緒の感じだね。さばいたことある？ない。これ面白い、結構。オッケー、できた。お、すげえ。いい？はい。お、すごいすごい。オッケー、大丈夫。なんかね、シルバー。いいじゃん。いっぱいつけると垂れちゃうから少しずつ乾くの、これ待ってる間にこれをね、これ、OK、いい。時間かかったね、朝からやってるからね。そうだよね。ねえ、あ、めっちゃ綺麗じゃん。綺麗だよね、うん。オッケー。お、アシストじゃん。ベロちゃんが作った型紙。難しいな。平らじゃないけど。おお、いいじゃん。パプリじゃん。多いじゃん。あと足。足。はい。まだこんな感じね。こんな感じです。今のところね。で、これはラテちゃんのベッドになります。はい、ということで、さくらちゃんとラテちゃんのベッド完成。これかわいいね、見える？これね、ラテがハマってる、なんか。さくら、絶対枕なんて使わないの知ってるけどさ。やだよね。MLだったらさ、逃げるよ、このラテ。やだよね、やだよね。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。これいいね、超いいね。タイヤだよ、これマジでタイヤだよ、タイヤ、うん、あ